おはよう、六号ちゃん。今日はちゃんと眠れた？うん、そっかそっか、ちゃんと眠れたんだね。あ、義士の調子はどう？寝起きで悪いんだけど、ちょっと動作チェックをしてもらえないかな。よし、腕も足もしっかり動いてるね。声はまだ出せないか。これ以上君の体に手を加えたくはないけど、声帯はこっちで作らなきゃかな。ごめんごめん、六号ちゃんは悪くないよ。それにしても六号ちゃん、買い取った頃に比べるとかなり人間っぽくなってきたね。外見だけじゃなくて身体機能や感情表現も。ほんと、ここまで戻せてよかったよ。人間を素材にした軍事兵器用の CPU、 その中でも君はかなり手を加えられてた方だからね。ブラックマーケットで君を見つけた時、心臓が止まっちゃうかと思った。腕も足も取り払われて、性別すらわからない状態とか。検査してみたら脳もいじってあるし、君を加工したやつ、倫理ってものを知らなさすぎるよ。頭を開けて余計な機械を摘出、薬品漬けになってた体を洗浄、切り取られた手足の代わりに義肢を作成。人工皮膚とか筋肉とか、とにかく使えるものを使いまくって新しい顔を作る。ここまでやっても君はまだ人に戻れないんだね。いっそのこと脳髄を取り出してサイボーグにしちゃった方がいいのかも。でも君の体はまだ残ってる。それなら君はまだ人間に戻れる。なんて、全部私のエゴだけどね。私はさ、多分だけど、君を助けるって建前で自分のやってきたことを許されようとしてるんだ。君みたいに道具として使い潰される、人間以下の人間をいっぱい作る最低な仕事。そんな私を君はって、ちょっと難しい話だったかな。今の君にはほんの小さな子供くらいの知能しかなくて、これ以上の精神的成長も見込めない。私の言ってることのほとんどを理解できないし、外部入力で知識をインプットしなきゃ何かを覚えることもできない。正直、こうやって君に話しかけてるだけで自分のやってきたことを思い出して吐きそうになるの。だからね、この話はここでおしまい。君にはまだまだ私のエゴに付き合ってもらうから、いつの日か必ず君を元に戻してあげる。それまで待っててね、六号ちゃん。ううん、私の被害者さん。